歌国栄3月1日の1988年8月4日は日本の政治家、衆議院議員。派閥は藤山派を経て福田派、鹿児島県日置郡東市木村生まれ、同郷で政界の大物だった常波武次郎に憧れ、常波の秘書として、訓導を受けた後に岸信介秘書へと転じる。 1946年の第22回衆議院議員総選挙鹿児島一区に日本の本党から出馬し初当選。その後、第23回から第27回まで5回の衆議院議員総選挙に出馬するが落選。1958年の第28回衆議院議員総選挙で自由民主党から出馬し、12年ぶりに国政に帰り咲く。 1960年の第1次池田内閣で農林政務次官就任。1962年の第2次池田内閣で行政管理政務次官就任。この間、戦前に騎手が主催していた東亜国政研究会の業務を引き継ぐ形で1953年に新政研究会を設立し理事長に就任している。1976年の 第34回衆議院議員総選挙で落選し、さらにこの時の選挙違反で起訴され1978年11月に公職選挙法違反で懲役1年6月、執行猶予5年の判決を受ける。このため歌は受賞していた、君に当局日、重光明を返上した。1987年2月に自由、民主党同士会長となるが、 翌年8月4日に死去。葬儀委員長は福田武夫元総理。ありがとうございます。